皆様こんばんは、Airbnb ホストのゆきこです。これ封を開封した後にこのビニールに入ってたんですけど、この後に閉まった開封の儀のビデオを作ればよかったと、後悔しながらビデオを作ります。私これ注文したつもりはないんですけども、まあ届いたんですよね。それともホストを始めるようになったら誰でも受け取るんですかね、この雑誌。まあちょっとピラピラと見たんですけども、あれです、よく飛行機で見るような、雑誌だなと思いました。ちょっとこう三脚とか使って撮ればよかったんですけど、あ、ちょっとページをめくる、はい、これ目次とかはないですね、これね。あ、あった、目次があった、テーブルオブコンテンツ、はい。ニューヨーク、カリフォルニア、シアトル、モンタナ、ニューオーリンズ、バハマ、ああなるほど、はい、北米と南米、あ、こっちに保管世界がありました、はい。なんかやっぱりこれこうフライト飛行機の中にあるような感じの雑誌ですかね。それとかこうクルーズシップに置いてあるような雑誌で、まあこういう Airbnb に取り上げられるような家っていうのは、鎌倉って神奈川県の鎌倉じゃなくて、寒いところにある雪でできた鎌倉、イグルーですよね。イグルーとか木のツリーハウス、木でできた家とかヨットとか、あと、あ、なんか古くなったバスを、まあまあ、バスとか電車を、それを、まあ、Airbnb にしちゃったりとか、あと Facebook で見たことがある、まあ刑務所、牢屋というか監獄というか、そういう、それを Airbnb にして、どこだったろう、北アメリカかカナダかちょっと忘れましたけども、そういう特別な家でないとこういう雑誌には取り上げてもらえないんでしょうね。まあでも、まあ、これ私購読したのかどうか、ちょっと購読お願いしますって言ったかどうかちょっと思い出せないんですけども、まあこれがまあ届いたので、このうわっ、あ、ちょっと転びそう、Airbnb の私の Airbnb のこの部屋に飾っておきます。どこに飾るかというと、これタオルとか、ビーチタオル、まあ、海外旅行に行った時にビーチタオルをもらう、買うんですけども、でここに、あ、ちょっと、あ、ちゃんとビデオ撮る前にちゃんと片付けばよかったな。これがまあ Airbnb の磁石ですよね。でこれがワシントン DC メトロの、まあ、情報ですよね。メトロバスとか、地図ですかね、はい、それのこういうところに、置いておきます。あ、ちょっと これで、このペラペラのこの、これは犬の散歩にぴったりなので、持っていきます。でじゃあここに置いておきます、はい。あ、ちょっとこんなのがある、はい。ではこんな感じです。まあこういう雑誌とかがあると、はい、なんかこう、あ、これは部屋のルームディバイダー、仕切りですね、はい。こういう Airbnb の雑誌があると、なんか Airbnb らしくなっていいですね、はい。あ、これはちなみにこう余ってるんですよね、スイカカードが。で日本ではスイカカード、まあ、全部使い切ることができるらしいんですけども、 DC メトロのスマートトリップの方は、まあ、例えば、20ドル分使いたいからって思うと、
25ドル払うんじゃなくて、まあ、25プラス5ドルこの、まあ、こういう分厚い紙あのプラスチックかなんかできてるんで、それ5ドル余分に払うんですよね。で、ああもういらないって思ってもその、まあ、その5ドルはまあ返ってこないわけですよ。なので、まあ、私余分にあるのありますので、これを使えば、まあ、5ドル余分に使わなくて済むという、ただ、まあ、それだけのことです。まあ、これもスーパーホストの方から教えていただいたんですけども、まあ、こういうのもし余ってたら、まあ、ゲストの人に貸し出し用にしとくといいよというお話でした。はい、ではありがとうございます。このビデオを見てくださった人、または、まあ、仕事がてらとか運転がてらとか耳にしてくださった方、ぜひうちにいらしてください。お待ちしています。ありがとうございました。